ニームちゃん。ねえ、それ、これカートみたいになってるよ。え、どこ？そこ、これ。これこれこれ。あのさ、あ、本当だ。あの人みたいに。すごい。あの人みたいに。すごい。あ、ごめん、すごいです。すごくない？すげえ。でも、もう一個、もう一個、もう一段階伸びんじゃないの？もう一段階。あ、いけた。すげえ。すげえ。通りででかいと思った、このカゴ。え、すごい。日本じゃできないね、これ。すごいね。ハブディナー。ハブディナー。ハブディナー。ツイート中ですか？はい。つぶやきツイート。アフターナウ。ちょっと一つ気になったんですけど。ゴーとハブディナー。これ完全に挟まってますよね。何ですかそれ？ヨガのポーズみたいな。超楽だなと思って。はい。見して見してどうなってるの？え、挟まってる自分。すげえ。それ楽だなと思って。完全に。はい。今日のご飯は韓国料理を。ちょ肉が食べたいって言ったら、ちょっとプルプルコギラーテがあるっていうのを聞きつけて。いや食べたい。食べたい。私でも明日あたりやっぱ。あにょはしむにかー。はしむにかー。あにょはせよーの丁寧語ね。へー。すごい。どうもこんにちはみたいな。チャヌンチャヌンイボーネ。なんだっけ、イブリカン。大丈夫ってなんだっけ。大丈夫って。けっちゃなよ。あ、けっちゃなよ。ここじゃない、これじゃないですか。あ、これだった。これです、多分。ハングルが見えるんで。じゃあ、行きますか。よし、ごちそうさまでした。はい、はい、やっと日が暮れました。現在の時刻はですね、10時半ぐらいですね。そうですね、11時前ぐらいですかね。ちょっとまだ明るいけどね。ここはですね、じゃあ夜です。ちょー綺麗、奥に見えるのね、エッドです。はい、今ちゃんのクソ写真タイムが、クソって言うなよ。ちょっと写って、写真ばっか撮ってないで。いやー綺麗なんだもん、だって映んない全然。ね、どう、あ、こうだ。痛い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 、すごい。あれ、そうですね。すごい高い。なんだかよくわからない。コンコルド。今コンコルド広場にいます。はい。うちらは。そのコンコルドからシャンゼリゼ通りを突き抜けた先に、はい、に見えるかな？見えてくれ。凱旋門がアップで。タクシーに待ってもらってるんで、戻りますか。はい、行きましょう。あれ、なんかこれからエッフェル塔がなんと光るらしいですよ、みたいなんで。超綺麗なんだけど、すげえ。あれ、まだかな、そろそろじゃない、多分。あしてる。泣きそう。超感動、やばい、泣けてきた。
どこですか？凱旋門。いや、すいません、迷っちゃった。なんだっけ。フランス語で。わあ、かっこいい。はい。はい。じゃあ、まあ、2日目が、まあ、もうね、体力限界ということで、この凱旋門で今日は、終わりにしようかな。まあ、そんな感じで、はい、今日ここで締め送りたいと思います。凱旋門でおやすみなさい。おやすみなさい。ホテルで疲れさまでした。無理です。ちょっと頭くしゃくしゃ。これ手書きのしおりというか、結構1日目2日目を回って3日目4日目はもうほとんどショッピングと自由みたいな感じになってるんですが、もともと明日はオルセー美術館だね。完全に聞いてない感じですけど、いいんですけど別にでいいんですけどね。もうね、今ねツイートでね、こう書いてんの。眠い眠い。やばい、もう無理。シャワー浴びたい。あ、先やぶ前浴びてください。もしられてたらいい。もう入ってきていい。うん、いいっすよ。マジで。あ、全然いいっすよ。私多分こう一人で今日買ったお土産はとかやってますんで。はい、ではですね、今そらちゃんが今シャワーを浴びてるので、この間にですね、ゆまちんのお土産、紹介、買ったものをちょっと紹介しようかなと思います。まずはですね、これはフロム凱旋門、凱旋門で見つけた、すごい自分的にすごい柄が気に入ってるんですけど、この、あれだ、この柄の